はい、えー、ちょっとですね、え一、ー、日早いですけど、京都新聞杯、えー、行きたいと思います。えー、まだ枠順なしで暗状決まっただけなんですけどね、どうすると、あらかじめご了承くださいと。えー、完全に個人的なあれなんですけどね。えー、ちょっと明日の夜ね、ちょっと、 と放送厳しいんですよね、スケジュール的に。ってことで、枠順なしで予想しますと。あと、万が一予想変わる場合は、ちょっともう気合でパソコンは多分使えないんで、まあ気合で雷何かいて解明、馬番次第でね、もしかしたら万が一変わるかもしれないんで。その場合はもう気合入れて明日の予想放送しますってことで、あらかじめご了承ください。あと放送なければもうそのまま予想ととも言っておいておいておいてください。はい、以上です。はい。では行きましょう。 まあただね、当日、雨っちゅう話あるね、これ。えー、今んところ京都見たら、えー、昼頃からポツポツ降るう言うてますけど、まあ、両馬場,場予想で行きますね。えー、あと、まあ、当日ね、えー、一応土曜日見に行く予定にはしてます、京都。えー、朝から行こうと思って、まあ、すう予定ではね。 はい。まあね、傘いるかなーってとこなんですけど、まあ一応用意しておきましょうか。まあね、アンジョもこうして傘さしてるんでね、まあ浮いてるこれ。ありがとうございます。レーにありがとうございます。さしてくれてありがとうございます。言いてるこれ。いや、これさしてレースしてどうなんだろうな、これ。落馬っていうか、飛んでいくよね、これ。奇襲だけが。ちょっと見てみたいね、これ。ちょっとええマシになったかな、前よりね。はい。 まあどうでもいいんですけど。ではもう本社の方いきますね。もうちょんだっちゃ湾劇ここまでにしといて。はい。京都新聞杯ということで。えー、今回のポイントですね。まあまあ、事前調整だいたい言ったんですけど。えー、っと、一応ですね。まあ、えー、死亡は重視で、えー、前回事前調査で考えましたけど、まあ一応、えー、その中でも上がり重視と。 えー、この舞台、2200、えー、22えー、とね、前で、前々で押し切るよりは、やはり、えー、ちょっと、スタミナっちゅうかね、タフなレースになってくるんで、やっぱ最後の決めて、やっぱ上がり勝負になってきますね。はい。で、えー、っと、事前調査で見れたんですけど、ええー、と、ちょっとこの時期、用子場が多いっちゅうことで、やっぱりそういう意味に関して、ちょっと前々で決まるのがしんどいと。そうなってくると、やっぱり後ろから多少力ある方、 ある方がおかしいんですけど、えー、上がり使ってね、えー、押し切る方が強いと。あと、絞輪を重視と、あと、まあ一応ね、えー、一勝は二勝は今回、該当はいますけど、まあ一応二勝は優先ですね。それはやっぱ500万買った方が、やっぱそれは実績あるんで、えー、その順に、えー、ね、評価したところ、えっ、ー、と、こうなりましたと。はい、行きましょう。えっ、ー、とですね、もうほとんど、ってかもう変わってないんちゃうかな、前と。 はいえー、本命インビクタああ体育祭というと何かね悟の竜がこれも変わりなくとりあえず行きますうんえー、インビクターねアンジョールめっちゃんやっぱりね重症になってくるとやっぱアンジョがやっぱり決めてなるってくるんででハービージャー3区ってことで前回言った通おり、えー、過去3年見てますとこの舞台ね、えー、意外や意外僕も全然あんまり頭なかったんですけどハービージャー3区らしいですでこの時期特にハービージャーちゃうかなってことで漁師はちょっとやっぱえー、明日えー 場情報を発表されると思うんですけど多分またヨシバが1 4センチ以上の芝なってまたちょっと深い芝なってると思うんで、えー、そうなってくるとちょっとやっぱヨシバケットを向いた、えー、インビクターと佐渡の龍河のこのハービンジャーハービンジャーとあとはいつも通りここの舞台ディープインパクトが強いんでそういった意味で佐渡の龍河お母さんのお父さんにディープインパクトの血を背負ってます、えー、そういった意味ではねもうほとんど血糖面しか言ってないんですけども血入りを言ったらもうシンプルに抜群じゃないかなと思ってます はい。えー、アンジュ、さんですね。佐藤優が。えー、面白いですね。池添さん、えー、ここっちゅう時に来てくれるんでね。はい。ええー、と思います。面白いですね。そこまで、に、まあ、どうでしょう。3、4番人気で佐藤優がの場合は。えー、人気です。わ、池イさんがちょっと勝ちそうなとこですね。まあ、インビクタ多分一番人気でしょうけど、これはもうしゃーないと思いますわ。はい。で、まあ、前走、えー、ね、上がり、えー、インビクタが上がり1、えー、っと、佐藤優竜が上がり2位と。エアウィンザーにしかも内から突き抜けて勝ってるんで、強いねーって思いますわ、前走ね。 はい。えー、さて、インビクターの方は、ええー、と、前走もええー、と、長距離の方ですかね、言うてた通りも、えー、距離が短いし、内回りやし、ってことで、上がりでも、それでも使えてるんでね。えー、その前買った京都2200、えー、こちらね、やっぱ長い直線で来てるんで、京都適切は問題なし、2200、えー、問題ないと思いますね。えー、前走より距離延長と、1やのね。いいと思いますね。はい。ここはもう正直もう予想もくそもないですわ。 はい。で、こっから、えー、3、4止めどうしようかなと思っても、えー、あえての1勝馬から拾ってきました。えー、他にね、2勝馬といったダノンディスタンスと、プラチナムバレットぐらいでスカウったちょっと今回トース少ないね。12となってもたね、結局ね。えー、かける手ソーラーちょっとダートで勝ってるし、離しちゃうなと思って。えー、ダノンディスタンス、面白いかなと思ったんですけど、うーん、ちょっと、レース、 見てると前走見てるとやっぱり、ええと、小回りはおかしいですけど、内回りですね。内回りでちょっと短く、ええ、切れ、切れるっあれですけど、短くシュッと行く方ですよね。なんか向いてそうなんですよ。今まで見てる限りね。ちょっと説明下手くする。ごめんなさいね。うーん、ちょっとやっぱ長い直線になると決め手にかけるかなっていう走りしてたんで、ちょっとここはちょっともう、やめておきます。はい。プラチナンバレット、え、こちらね。 え、前奏、えー、前々で運んで上手い競馬やったんですけど、ね、毎日ハム4着と前線をしてるんですけど、ちょっと使いすぎかなと思ってね、えー、新馬戦が去年の12月ですね、こっからもう1回、2回、3回、4回、今回5走目ですもんね、ちょっと間隔も短いですよね、これ。500万、えー、 クリアドラックに負けてから万一杯。この感覚短い感覚使って、さらにここで500万合わせて取ってるんで、でさらにまた慌ててこれ京都新武杯ですよね。まあ、わかるんですけど、それは大舞台出たいのは。ちょっとやっぱ感覚詰めて使いすぎですよね。う,ん、うん、ちょっと、使いすぎ、短い感覚で使いすぎですわ。 えー、そのスタイルってどこで、これあれですよね。えー、スマートレイヤーのとこですよね。系統的にはね、みんな買いたいとこなんですけどね。兄弟とかね。そういう意味でね。はい。ちょっとここら辺は、ちょっと正直やめときますわ。はい。ミッキースワローも2勝、2勝馬ですけど、ちょっと初の輸送も兼ねて、ちょっとこれね、東から来てるんで、ちょっと力ないなぁと思ってます。 はい。以上です。え、4頭ですね。あ、4頭とていうか3、4番って結局障害者やね。ごめんなさいね。えー、まあ一応、里のクロニクル、ハゲキのアレス、一小番の中で上がり使えて、まあまあ強そうな名前選びました。こちら、そこに理由はありません。上がり使えて、実績はまあまああります。えー、里のクロニクルは、えー、そうですね。前走ね。中身1200。えー、輸送もあって若干舞台合わない中上がり最速使ってます。で、スローペースの中ね、いぶきに迫って2着と、これは強いねと思いますわ。はい。安城川田さんってことで、えー、ね。 えー、趣味って買って掘りって2着、全線してるんで、趣味って掘りってこの成績あったらもう母さん乗り物したらこれもいけるでしょ、とくね。紐候補です。はい。えー、萩野です。えー、ね、えー、ハーツくらい。えー、距離短いよって怒っててね、えー、小回りもちゃうよって言って,て。 ようやくね、阪神2400っていうところね、走らせてもらってね、上がり最速で怒ってますよ、これ。もう怒ってる、これ。聖夜がここで走らせる言うてたんや、よって怒ってた、これ。ここやん。この距離ぐらいはやっぱりベスト。京都2 2 0 0ええー、と思いますよ。はい。ただまあ、初くらい3区ってことで、この舞台、えー、あんまり成績よろしゅうないと、サンサイ歳馬特にね、晩成が立ってのもらって、初くらい3区、あんまり意外とよろしゅうないっ出てたんで、ちょっと割引します。 ケットが全てじゃないんですけど、ええー、でもね、この舞台バケント届き大体ケットなんですよね。ディープディープディープか、他人のギブレット、ネオユニバースディープか、なんかそんなバケンしか取ってないんで。結局ね、地位で決めます。はい、地位で決めました。ええー、もうこの通りですわも。もう、ビンジャーで決まってください。 えー、あと10万円の行方です。えー、ごめんなさい。えー、馬番が出てないんで、ワイドボックスってことでもう印で言ってますね。えー、さっき言った4頭、えー、も、ま、う、あ、ボックス。5頭はちょっとね、頭数少なかったんで、もう4頭にしました。えー、6点ですね。えー、もう出ですけ一1万5千かける6.9万円。あと、馬麗。えー、ビンジャビンジャで決まってくれってことで、ここの糸の馬麗1万円凍ってますわ。えー まあ、鳥紙でもいいんですよ、正直。もう最近もうね、回収率0%ってレース嫌だってきたんで、もう50%でもいいん、ね、で回収してくれたらね、多少回収って上がっていくと思うんで、もう最近はもうちびってワイドボックスずっと買ってますけど、しゃあないですよ、これ。高線でもお金持たへん、これ。妄想でもお金持たへん、これ。はい。ね。 えー、まあちょっと明日のババ発表なんで、ちょっとね、今日慌てて放送しちゃってあれなんですけど、まあしゃあない。ちょっとしゃないんでね、明日ほんまにちょっと放送できないかもしれない。えー、もう今週もヨシバめのはずと。まあこれは多分変わりませんわ。さすがにここでね、ヨシバ無え、なくしてきますと、この意味わからんことないと思うんで。今週もヨシバめのはずと。ね。えー、フローラステークス続いてビンジャービンジャー。ね、フローラステークス、えー、ね、まあ、東京も長い芝居やったんで、ビンジャービンジャーって決まったんでね。 ちょっとびっくりだったね。これ、ね、異例のビンジャビンジャってことで。で、フローラステークスと、えー、この舞台とか、京都新聞はですね、そこまで王道なクラシック路線ちゃうんで、やっぱちょっと若干こういうマイナーな路線になった時に、やっぱこういうね、ちょっとマ,マイナーな決闘です失礼ですけど、ビンジャビンジャとかね、こういうところで決まってくるんちゃうかなと。で、ハービンジャー言うと、やっぱ、どっちかっていうとね、早熟っちゅうか、3歳、あるいは2歳の夏ですね、札幌で活躍する場面目立つんで、うん、3歳のハービンジャー3回やったら見限れんかなってことで。はい。 えー、マイナーなクラシックロスやビンジャビンジャ,ビンジャーで決まってください。はい、もうね、ヨシバでちょっともう芝長いからこ、まあ、これもう怒ってるこれもう会わへんまに会わへんねん,ん,ねんこれ、痛い痛いよいって言うか、くて痛い足に刺さるよいって怒ってるこれ。はい。トカゲなってきたねこれね、うん。ちょっと映画下手くせないこれね。はい。で、あともう一個ね、ちょっと一応おまけで事故調査もう一個やっときますってことで NHK マイルですねと、えー、他ですね、その他もろもろ言うおかしいですけど、この他えー、ね、 ちょっと土曜日とかも若干なんか楽しいレースを見つけたんで、そちらも軽く紹介するんで。NHK マイルの自己紹介にそこに合わせて紹介するんで、そちらもよろしくお願いします。とりあえず京都新聞杯は、えー、今の暫定の解明で、ね、明日放送なければもうそのまま解明できるってことで。はい、えー、ということで、また NHK マイルよろしくお願いします。はい、以上で終わります。ご清聴ありがとうございました。